皆さんこんにちは。今ちょうど13時なんですけど、家のことも終えて、のみさんも一段落してすやすやと寝だしたところなので、動画回してみました。ほっと一息、ハーブティーを飲みながらゆるゆると動画を回してみてみます。ハーブティーもさ、肝が中に入っちゃった私こういうところほんと大型で、入ったら入ったであんまり気にならないタイプなんですよね。なのでちょっとこのまま飲んでるけどお気になさらず。今はね、これはサンゴバランスブレンドっていうハーブティーを飲んでます。やっぱさ、サンゴはホルモンバランスがねすごい崩れるから、そう、私もいろいろとホルモンバランスがね少しでも整えられたらいいなと思って試行錯誤してるんですけど、まあ、その中の一つでインスタグラムでちょっと紹介したことあるんだけど、コスメキッチンに売ってる、まあ、メリッサっていうハーブ、ホルモンバランスを整えてくれたりとか効果的なハーブらしくって、それも飲んでみて、このメリッサとサンゴホルバランスブレンドっていうお茶を結構私はこのほっと一息つく昼間の時間に飲んでることが多いです。いやー、今ね産後35日でございます。産後のホルモンバランスについてちょっと話そっかなと思って、なんか動画オンしてみたんですけど、私ね、その、まあ、10代からお仕事もしてるから、どんな時も笑顔でいるのが、まあ、お仕事、笑顔でいるのがお仕事っていうよりかは、まあ、どんな時も笑顔でいいよってなんかすごい心がけてきてて、その笑顔、10代からね掲げてるその自分ルールみたいなのがあって、まず1つ目は笑顔でいること、2つ目は嘘をつかないで、3つ目は謙虚でいることっていう、この3つをね、その10代のポップティーンの時から、まあ、私はなんか絶対に、まあ、自分の軸として揺らさないようにしようと思って気をつけてることなんですけど、だからね、まあ、いろんなことがさ過去あったけど、まあ、その中でも、まあ、笑顔では入れたから、結構メンタルケア、自分のホルモンバランスをコントロールしたりメンタルをコントロールするっていうのは割と得意な方ではあったの。結構その上手に切り替えたりとかするからって言われてたけど、やっぱ産後ってさすがに無理ですね。私でもこういう気持ちになるんだってぐらい気持ちの浮き沈みというか、どうすることもできない感情にやっぱりね襲われる日がありましたね。なんかすっごいね、育児は楽しいし、息子もめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、すっごい幸せなんだけど、なんかね、ふとした瞬間、まあ夜中とかだよね。夜中の、まあ、3時ぐらいにさ、起きて授乳とかしてると、なんかね、何かがきっかけとか、なんか原因があったからとかじゃなくって、不意に泣けてくる。え、私って、何なんだろうみたいな、なんか気持ちにね、なんか知らないけどなるんですよ。でもね、まあその夜なったとしても朝結構ケロッと私の場合はしてるので、まあこういうねお茶飲んでみたりとか、自分のテンション上がる時間、自分の時間とってみたりとか、バランスはとってるんですけど、もうしょうがない、どうすることもできないこの産後のホルモンバランス変化と乱れっていうのをみんなに聞いてって思って今動画回してみましたね。なかなかさ、このリアルタイムじゃないとこういうことも言えないかなと思って、そう、やっぱね SNS とかもそうだけどさ、あんまネガティブなところって見せちゃいけないじゃないけど、なんかあんま見せるのが得意じゃないから、なんかちょっとねこういう時もあったなって今撮ってみてまーすそう、大変だよね、本当に本当に。
に出産も経て、こうやって今育児1ヶ月経って思うことは、もう自分の母親も含め世のママさんたちに本当リスペクトって思います。だからさ、仲いい友達でママさんになった子たちっていっぱいいるんですけど、私はさ、こうやってさ、自分が経験するまでは分からなかった気持ちだから、あーなんか昔何気なく話してたあの瞬間すごい大変だったんだろうなとか、今こうやって子育てをしてて自分の変化と向き合って本当に尊敬って思います。まあね、特にじゃあお家があるかっていう動画じゃないんだけど、本当にまあね、私のフォロワーさんの中でも今こういう状態で大変です、まあ夜泣きが始まってなかなか寝なくて大変ですとか、ミッキーはどうしてますかとかっていうコメントとかね、 DM をすごいいただくようになったんですよ、ね、これからママさんにママになる人もそうだし、今頑張ってる人もきっと産後すぐって外に出れないからさ、なんかもどかしい感じでモヤモヤしてたりするかなと思って、一緒に頑張ろうねっていう動画でございますね、女性ってすごいですね。こうやってまた一つ一つ成長していくんだなって思ってます。なおいちこれね、本当にいいですよ、ハーブティー。産後一息つく時間がないママさんは、ほんとこのね、ちょっとひと手間だけどさ、これね、取れるだけで全然違う。やっぱさ、仕事してた時もそうだけど、心に余裕がなくなるともうね、いいことないんですよ、まあ、私の場合は。だから絶対に、仕事してた時もそうだし、こうやって子育てしてる時もなんかできるだけ心の余白を作っておけるようにしたいなと思って、じゃないとね、もうなんか伝えたい言葉が素直に出てこなかったりとか、なんか思ってもないことをさ、まあ、旦那さんに言っちゃったりとか、自己嫌悪になってっちゃって負の循環、負のスパイラルにはまってしまいそうな気がするから、こうやってちょっと一息タイム作って心の余白を作るようにしてます。もう一つね、私の産後のこのホルモンバランスケアの一つとして役立ってるのが、まあ、このハーブティーとパック。そう、パックタイムがめちゃくちゃ大事。妊娠中もそうだったんだけど、肌のさ、コンディションが悪くなると私の場合下がるんですね。なんか生理前とかにさ、肌が荒れると一つのニキビで今日外出たくないみたいな気持ちになったりもするんですけど、だからできるだけ肌のね、コンディションが、まあ、肌の乱れがないように、揺らぎがないように毎朝と晩妊娠中パックしてて、でやっぱさすがに産後はもうお風呂にさ、ゆっくり浸かることもできないし、まあ、シャワーをゆっくり浴びることもできないから、もうバババって抱っこしながらパックしたりするんですけど、もうその時間もね、すっごいリフレッシュ時間になってます。みんなも大変だと思うんですけど、なんかちょっと一つ二つなんか自分の心が落ち着くなっていうアイテム見つけられると、なんかそれだけでね、頑張れる。一緒に頑張りましょうね。はい、というわけで皆さん今日も見てくれてありがとう。また YouTube でお話ししましょうね。ではでは、またね。みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。